皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も皆さんに熱い戦いをお届けしたいと思います。実況は西岡、解説は堀池拓実さんでお送りいたします。堀池さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。では今日の試合に参りましょう。なお、この試合の主審はドブロスラフ・ドズムラです。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。アンゲル・ディマリア、ペペ、ここで絡みます。クリスチアーノ・ロナウド、マルセロ、危険な場面でした。クリアでひとまず逃れます。ファンペルシーがスペースに走り込む。この選手がベンゼマです。イニエスタが絡みます。ディマリアがこの位置、ピッチの空気が変わります。ロビン・ファンペルシー、さあヘッス・ナバスです。ボールは再び足元へ戻されます。見事です。フライン、さあ折り返した。ベンゼマが来る。ナイスです。サイドチェンジ、フィールドの中盤でボールを奪いました。ロビン・ファンペルシー、ロブが上がります。先にいるのはファンペルシー、打った、入りません。ファンペルシー、サイドチェンジです。マルセロ、イニエスタ、ダニエル・アウベス、フェライン、ミッドフィールドでボールを取りました。アドバンテージを取ったようですね。チャンス、シュートだ。強烈な一撃でしたが、キーパー反応しました。コーナーキックで続きます。バーダー、キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。ダニエル・アウベスのところに行きました。ディマリアが行きます。ここで壊しました。ここでボールを取ります。うまくボールを奪った。これはファンペルシー、奪いに来ました。ここにダニエル・アウベスがいます。クリスチアーノ・ロナウド、ここにいます。イニエスタ、マルセロ、クリスチアーノ・ロナウドがスペースに、ボールが中盤でカットされました。ディマリアがここにいました。セルヒオ・ラモス、サイドを変えました。さあスタジアムのテンションが上がります。
スティアーノ・ロナウドがスペースに。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。ここでセルヒオ・ラモス、ロビン・ファン・ペルシー、エブラです。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。これはダニエル・アウベス、ボールを中盤で奪いました。ファン・ペルシーに侵入を許してしまいました。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ベンゼマ、ベンゼマが来る。決まるか。ナイス、チームを救うセーブ。ディマリア、アゼン。コーナーです。コーナーキックをもっとチャンスにしたかったですね。ディフェンスが対応します。アンゲル・ディマリア、ここでセルヒオ・ラモス、オフサイドの判定でプレーが止まります。マラン・フェライニー、ボールにはヤヤトゥーレ、いい形でゴール前まで持ってきました。クロスが上がった。ギリギリでクリア。どうなる。ボールがこぼれました。中に人は、これで決まりだ。前半終了して0-0、両チーム無得点で折り返します。前半は同点で折り返しました。はい、前半からちょっと飛ばしているかなという部分はありましたけど、ミケールが明かしたらガツガツいってくれるので非常に楽しい前半でしたよ。残るは45分、後半戦キックオフです。安定したボールさばきです。ここで網にかかる。ロビン・ファン・ペルシー、キーパー素晴らしい飛び出し、ナイスセーブ。ここにいます、イニエスタ。ダニエル・アウベスのところに行きました。アンゲル・ディマリア、このパスはベンゼマに向けてです。ステファン・ヨベティッチ、ボールを運びゴールに打ってきた。止めた。ファン・ペルシーも手応えはあったでしょう。しかし驚異のビッグセーブ。これはファン・ペルシーが出ていますね。オフサイドです。ファン・ペルシー、ボールの激しい奪い合いです。おお、いいパスだ。シュートだ。上がった。ヨベティッチ、コースが変わります。ステファン・ヨベティッチ、いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。タックルでボールがこぼれました。ここにサニャがいます。ベンゼマ、ベンゼマがスペースを狙っている。ここにはエブラ、イニエスタ、
ールが中盤でカットされました。アンゲル・ディマリア、カリム・ベンゼマ、クリシアーノ・ロナウドへつながるか。パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。ヘス・スナバス、ロビン・ファン・ペルシー、フェライン、ステファン・ヨベティッチ、フェライニ。さあスタジアムのテンションが上がります。ダニエル・アウベスのところに行きました。そのまま返します。モドリッチ、マルセロ、ヨメティッチ、ロブが上がります。先にいるのはファンペルシー。狭いところでボールを取ります。カウンターアタックのチャンスを生かしきれるでしょうか。素晴らしいカウンターでした。惜しくも決まりません。フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。選手の交代です。流れを変えた投入となるでしょうか。壁に跳ね返る。危険な位置です。緊張感が増してきます。セフト、攻撃を断ち切りました。ボールにはヘス・ナバス、この動きがモドリッチのプレーです。このパスはベンゼマに向けてです。上がった。ボールを蹴り出しすぐ体勢を整えます。サイドを変えました。ダニエル・アウベス、マークを振り切っています。いい形、決まるか。リードを奪うことはできませんでした。シュートは大きく外れます。エブラ、ステファン・ヨベティッチ、シャビアロンソ、狙っていった。このシュートは大きく外れてしまいました。このまま終わってしまうのでしょうか。サニア、残り5分です。両チームとも膠着状態が続いています。ここはペペのテリトリー。
ここでためを作ります。クリスチアーノ・ロナウド、ベンゼマが来る、残り時間わずかです。大事なコーナーを決められるか。コーナーキックをもっとチャンスにしたかったですね。よく聞いています、シャビアロンソ。合わせてくるか。ディフェンスがボールをクリア。ヘススナバス、アラン・フェライニ、中盤でボールをカットしました。これはダニエル・アウベス、ルカ・モドリッチ、モドリッチ、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。ここで折り返したい。中にボールが入る。クリアできるか。奪いに来ています。これで落ち着きたい。コンパニーのクリア。ヨベティッチ、スコアは0対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。堀池さん、接戦でしたね。そうですね、スコアもそうだったんですけど、実況した内容でいい試合でしたよ。実況は西岡明彦、解説は堀池拓実さんでお送りいたしました。では皆さん、さようなら。